走っていかない？疲れてるよ。でも、もうダメってとこからうおーって頑張るの楽しいじゃん。お、雨！こっちこっち！だね。聞こえないしさ。あ、そうだ、聞こえなくする方法があった。あっさり味のあさり、コート買いに行こうっと。お留守？お留守。八角味と八角？シュガーはおいくつ？え、いらないの？サシュガー。君が言ってくれたみたいに、どんな状況でも何でも楽しんじゃえるアイさんでいればいいんだよね。やっぱ通り雨だったんだね。よかった。じゃあ部室まで競争、今日そうしよう。あ、二人ともお帰りなさい。雨大丈夫だった？よかった。あゆむさん、ずっとあなたとアイさんのことを心配していたんですよ。え、そうなの？ありがとう、あゆむ。心配させてごめん。ぎゅう。ん、大丈夫ならいいの。楽しんでもらえて嬉しい。アイさん、ちょっとだけ雷苦手だったんだけど、雷の時間はダジャレの時間って思えば雷のことを好きになれるかも。お、そうかな。次の雷が来たらわかるって。確かにアイさんのダジャレなら雷に勝てそうですね。みんなの笑い声で雷の音が聞こえなくなりそうです。そうだね、アイちゃんのダジャレショー面白いもんね。でしょ。歩むとしよって今ダジャレで雷に立ち向かおう。はい、ダジャレの練習、歩むから。予想は予想？100点！次シオッティ！私もですか？廊下はどこだろうか？
よね。この公園、どこを走ってても景色がいいから、いくらでも走れちゃいそうだよ。コース調整する前に、もう一周走ってきていい？あっちゃー、ほんとだ。きっと通り雨だと思うから木の下でしのいじゃおうよ。お？ああ、雷のこと心配してくれてるの？平気平気、雷に負けないダジャレショーを見せちゃうよ。任せなさい。アイさんのダジャレショーの始まり始まり。ダジャレを言うのは誰じゃ。布団が吹っ飛んだ。アルミ缶の上にあるみかん。次はアイさんと 3on3 対決なんてどうかな。バスケ部の部長さんにも助っ人してもらってさ。かかってきなさい。 3on3 するときはおにぎりと豚汁とか作って出したいね。豚汁をうとん汁のはダメだよ。だつって。ランチ付き3on3もいいけど、ダジャレショーもそろそろやりたいよね。公園でたこ揚げ大会はこの前雨で中止になっちゃったから、これも計画し直したいし、時間が足りないな。まあ昔からやりたいことは多い方だったんだけどさ、最近特にそうなったかなって思う。君と出会ってスクールアイドルを始めて、毎日毎日楽しいことの連続で、そこはせで興味持ったこととか試したいこととか挑戦したいことが山盛りなんだよね。でね、そういう今がすっごく幸せだけど、毎日時間が足りないよ。どうしたら全部できるかな。待てよ、そんな風に悩んでる時間って
もしかしてもったいない？やってみたいことで今すぐ挑戦できることしてもいい？君と一緒にしたいんだ。やったー！じゃあ背脂マシマシラーメン食べに行こう。その後はセッツーにおすすめしてもらった173巻ある小説の読破したい。君と夜通し読書するんだ。クリアすると、じゃあ次はこれみたいに無限に湧いてきちゃうんだよ。ありがとう。ねえねえ、次はさ、君に見たことのない世界を見せてあげたいんだ。そうじゃなくて、ね。ついてる。アイさん、君と一緒に見たことのない景色を見てみたいんだ。ライブだとアイさんはステージの上、君は客席、全く同じ景色じゃないもん。一緒に見て、見たことのない景色。もう